ストランドセルイン、イエイ。大丈夫、テンションテンション大丈夫、いつもこんな感じなんで大丈夫です。明日卒業式で、今日は前日最後なので、そう、そうなんですよ。なのでランドセル投稿が今日がラストっていうことになります。バイバイランドセル。でも今日さ、帰ってきたらランドセルが変わってるかもしれないでしょ。あ、そうなんですよ。今日ランドセルにみんなに寄せ書きを書いてもらう時間を取ってて、ありがとう、ありがとう、いつもありがとうみたいな感じで、書いてもらおうかなと思って、ランドセルにね、友達の字がたくさん入るという、楽しみですね。時間が、ね、あるといいね。そういうね、いっぱい書いてもらえるといいけど ね、まあ、どうなるかまだわからないということで、はい、予定なんですけど、はい、予定ですね、あくまでもね。15分ぐらい撮ってもらえるってことで、そうなの、ね、そうそうそう、一人1分でも足りないから、確かにね、ちょっと早め、全員は難しいかもしれないよね。だよね、まあ、はい、ちょっとね、頑張ってもらいたいなと思います、はい。ということで今日はそのランドセルしょって最後の小学校ですね。そうですね、はい、悲しいですか。いや、なんかこのテンションを見てわかる通り楽しみな方が勝ってるっていうか、あ、そうだよね、しーちゃんはどっちかというとなんか楽しい方が勝ってるよね、はい、そうなんですよ、なんか、ワクワクしちゃうもそうなんだ、そう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 、いいことですね。そうですね、はい、だから今日も楽しんで、はい、でも今日は早帰りとかじゃなくて、早がりか、なん1時半ぐらい、何言ってるんですか、早がりか。そうだよね、明日卒業式だもんね、前日だから。そうだから前日準備ってことで、うん、5年生たちが、卒業式の準備してくれるってことで、うちらが早めの学校を決まります、私だけが、はい、なんでモードは普通ですね、はい、普通の登下校です。はい、わかりました。じゃあ、いや、楽しみですね。楽しんできてください、今日も。はい、はい、もう本当中学のね、クラス発表とかもめちゃめちゃ楽しみで、本当すごいワクワクしかしない。ほら、時間ないよ、朝。うん。バイバーイ。もう最後の最後までバタバタですけど。ちょっと行ってきます、じゃあ。行ってくるね。ちょっと待って、リミちゃんが最後なんだから、二人で行くの。最後の日よ、二人で行く最後の日。うん、だね。何とも思ってなさそうだけど。出てきます。いらっしゃい。傘、傘、傘。もう雨降んないよ。あ、マジで、うん、言ったね、うん、それで帰りビジョビジョだったらポポのせいだからね。確かに。バイバイ。